こんにちは、ねんねママです。今回は離乳食後期から完了期のお悩み解決というテーマでお話をさせていただきたいと思います。寝かしつけ専門学校ねんねママチャンネル、チャンネル登録してね。ねんねに困ったら寝かしつけ強化クラス、概要欄からチェックしてね。こちらは離乳食シリーズの第3弾になります。離乳食解説の3部作として、離乳食準備編、初期から中期編、そして今回の後期から完了期のお悩みというふうに3本立てでお送りしております。専門家の方を招いてお伺いしていくシリーズでございます。今回もお話をいただくのは管理栄養士で離乳食アドバイザー、幼児食アドバイザー、健康咀嚼指導士のモモマミーさんです。ご自身の離乳食記録の本も出されている、離乳食に関してはプロフェッショナルな方なので、どしどしいろいろ疑問に感じることを聞いていきたいと思います。今回4つの疑問にお答えいただきました。1つ目、食べてくれない、食べ過ぎちゃう、どうすればいいの。どっちもありますよね、食べてくれないと食べ過ぎちゃうと、これどうすればいいのってことについてお伺いします。2つ目、自分で持ちやすいスプーン選びについてです。3つ目、離乳食だから授乳はやめていかなければいけないのか。離乳食って言いますもんね、実際どうなんでしょうかってことをお伺いしていきます。4つ目、幼児食について、幼児食って大人と同じものにしていってもいいの、どういうふうに変えていけばいいの、こんな疑問についてお伺いをしていきたいと思います。最後に、私がねんねの専門家として、離乳食のタイミングと昼寝が重なってしまったらどうする、そのタイミングの取り方についてお話をしていきたいと思いますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、それでは早速モモマミーさん、よろしくお願いします。はい、皆様こんにちは、管理栄養士のモモマミーです。現在5歳と0歳のママをしております。今日は離乳食のお悩み第3弾ということで、離乳後期から完了期によくある食べない、食べ過ぎる、スプーン食べや、この後待っている幼児食についてお話をさせていただきます。食べてくれない、食べ過ぎちゃう、どうすればいいのということですが、この質問はとても多いんですね。どちらもまず見てほしいのは、その子が元気に成長しているかです。直近3ヶ月ぐらいの身長や体重が伸びているか、下回っていないか、あとは大幅に増えすぎていないかを見てみましょう。母子手帳の後ろに乳児幼児の成長曲線のグラフが載っていますので、そちらをぜひ活用してみましょう。子どもがご飯を食べてくれない場合、その子にとっての量が多いのかもしれません。親の食べてほしい量が多すぎることもあります。その場合は子どもが食べられそうな量まで減らしてみましょう。食べられた喜びを覚えて、もう少し食べられるかもと思わせておかわりをしてもいいです。食べないとつい早くとか食べなさいとか言いたくなってしまうんですけれども、怒られると誰しも緊張してしまいます。緊張すると食欲がなくなってしまい、大人も緊張するときってなんとなく食事が喉を通らなくなってしまうと思うんですけど、子供も同じなんですね。食事を少なめにして、もう食べたの？すごいじゃんと子供をこう気分を乗せてあげると、少し食べられる量が増えるかなと思います。逆にご飯を食べ過ぎてしまう場合は、空腹を強く感じて一気にがっついてしまうこともあるんですね。なのでそういう時は一度に全部出さずに、コース料理のように少しずつ出していくと、食べるスピードがゆっくりになるので満腹感も得られます。お店屋さん風にお待たせしましたと持っていくと、子どももなんとなく楽しめるかもしれません。食べないことにより体重が低下したり、貧血気味、あとは便秘をしていたり、元気がなかったり、疲れやすいなどの症状がある場合や、あと食べ過ぎによる肥満傾向があるようであれば、一度小児科で見てもらうといいかと思います。続いては自分で持ちやすいスプーン選びについてです。離乳後期や完了期になると、自分でスプーンを持ちたがったりする子も出てきます。私がおすすめするスプーンの形のポイントは3つありまして、まず1つ目は、乗せる部分の大きさが子どもの口の幅の3分の2くらいなことです。もう2つ目ですね、は持ち手が長すぎなかったり、あと持ちやすい太さのもので、スプーンの持ち手が滑らない素材のものがいいかなと思います。3つ目は、スプーンの先が曲がっていないまっすぐタイプのものの、この3つをおすすめします。3のまっすぐなスプーンを選ぶ理由は、スプーンの先がこのように曲がっているとですね、一見自分で食べやすいんですが、スプーンは自分でこうすくって、スプーンのこの先端部分を自分の正面に、口の正面に向けて口に入れるため、手首をこう細かくコントロールする必要があるんですね。このコントロールをしっかり覚えるためにも、スプーンはこの曲がっているタイプよりも、この先がまっすぐの方が私はいいかなと思います。スプーン選びも大切ですが、上手に食べ物をすくうためにはお皿選びもとても大切なんですね。平たい縁の少ないプレート皿は一見なんかこう
パッと華やかになって可愛いのですが、自分でこうすくって食べるにはちょっとすくいにくいんですね。なのでスプーン選びと合わせて食べやすい縁のある食器を用意してあげるといいかなと思います。そうすることで自分でこうすくって食べやすくなって、自分で食べる自食への意欲がぐんぐん伸びていきます。離乳食を進めるなら授乳をやめていかないといけないということですが、そんなことはありません。離乳食って漢字のイメージで、離れる父食事といかにも母乳やミルクはやめるというイメージが強くないですか。でも厚生労働省の授乳離乳の支援ガイドでも、離乳の完了は母乳または育児用ミルクを飲んでいない状態を意味するものではないと書かれており、一人一人の子どもの離乳の進み具合に合わせて母乳や育児用ミルクを与えましょうと書かれているんですね。なので必ずしも離乳食を進めていくからといって母乳やミルクをやめなきゃいけないということではないし、離乳完了期が終わった時点で卒乳断乳をしなければならないというわけでもありません。離乳食が進んでくると食べ物の量が増えていきますので、自然と母乳やミルクの量が減ってくることが多いです。そこは子どもによって食べ進み具合は様々なので、無理にやめさせる必要はありません。幼児食って大人と同じものでいいのということですが、これはダメです。大人と同じでは味も濃すぎますし、あとは硬すぎます。大人に比べて幼児は3歳前後で生え揃うと言われている第二乳臼歯、この一番奥の歯ですね。この第二乳臼歯が生え揃っていても、歯の本数自体が大人よりも上下合わせて8本少ないんですね。なので噛む力も当然少ないんです。顔の大きさも、あとはその顔についている筋肉量も違いますし、喉の容量も違ってきます。ここは成長に伴って増えてきて、10歳から11歳ぐらいの思春期あたりで急激に喉の容量は増えてきます。なので幼児は小さく切ったり柔らかくするなどの調理の工夫がまだまだ必要ですし、弾力性の強いものや誤嚥のリスクの高いものは焦らず無理に食べさせなくても大丈夫です。幼児さんは苦手な食材の特徴が8つあって、1つがペラペラした薄いもの、2つ目が皮が口に残りやすいもの、3つ目が硬さが硬すぎるもの、4つ目が弾力のあるもの、5つ目が口の中でバラバラとまとまらないもの、6つ目が唾液を吸うもの、7つ目が香りが強いものだったり少し臭いもの、8つ目が誤嚥しやすいものです。それに対する調理の対応としては、1つ目が皮を剥くこと、2つ目がとろみをつけること、3つ目が加熱して刻むこと、4つ目が水分を加えること、5つ目が叩いたり切ったりすると良いです。なので幼児食になってもまだまだ調理の注意は必要です。以上で離乳後期完了期のお話は終わりです。我が子の悩みってつい他の子と比べてしまうことありませんか？そんな時はその子の数ヶ月前と比べてみると成長を感じることができます。トロトロのおかゆを食べていた子が自分で椅子に座ってこう食事をしようとしているだけでも、それでも十分成長しています。比べるのは過去の我が子と決めておくと、できるようになったことが目に見えてくるはずです。楽しく育児をしていきましょう。ももまみでした。はい、ももまみさん、今回もたくさんありがとうございます。本当にね、この3部作通して離乳食についてとても私自身も勉強になりました。たくさん教えていただいてありがとうございます。はい、ぜひ皆さんもね、何回も見返したりしながらお役立ていただければと思います。本当にありがとうございます。最後にですね、私から離乳食と睡眠のタイミングが被った場合のお話をさせていただきたいと思います。これね、すごくよくある質問なんですけど、離乳食を食べさせたい時間があります。で、ただその時間、この時間に離乳食食べさせるって決めてるんだけど、そこにちょうど眠くなってきてしまった、で食べさせずに寝かせたりするとお腹が空いて起きちゃうんじゃないかっていうふうに心配で、でももう眠くてなかなか食べれませんというようなご質問があります。これ答えはっきりあります。私の答えは、睡眠と食事が重なったら睡眠を優先するというのが私の答えです。はい、なぜかというとですね、眠くたね、こんな眠かったりとか、眠くてギャーってぐずってるタイミングで、とりあえず早くご飯をって言っても食べられない、食べられない、ぐずぐずしちゃって食べられないし、そんなにこう時間に追われて義務感でもう早く口に入れてほいってやられても、食事楽しくなくなっちゃうんですよね。かぶったら睡眠を優先させてください。離乳食って大体こう3回だったら10時と2時と6時とかって本とかでだと大体目安として決められてたりとかするんですけど、別にどうしてもその時間に食べなきゃいけないっていうわけではないし、機嫌よく食べられる時間を選んでその時間にしてあげた方が親子ともにニコニコ食べれると思います。
毎日明らかに時間が重なってしまう、もう毎回毎回重なってしまうっていう場合は、お食事の時間設定を少し早めに調整してあげるといいかと思います。機嫌よく起きてられる時間帯というのが大体目安あると思うんですけれども、その時間内にお食事が済んでいれば、あとは眠くなったら寝るというふうにお昼寝に誘導してあげられるので楽かなと思います。もしお外に外出していて、お家に着いたらご飯にしようと思っていたんだけど、どうやらまだお家に着かない段階で、あ、これちょっと眠そうだなっていうところに入ってきたとするじゃないですか。そしたらもうその場でちょっとバナナとか出先で食べさせちゃうのだってありです。そしたらお家に帰ってそのままね、とりあえず寝るというところに誘導できるので、小腹満たされてるのでね、起きちゃうっていう心配もないかなと思います。タイミングが重なってしまったら、ミルク飲んでそのまま寝ちゃうとかでも全然いいですし、ねんねを優先させてあげるといいかなと思います。はい、ということで今回は離乳食後期から完了期編ということで、ももまみーさんに詳しく解説をいただきました。ありがとうございます。そしてこちらでですね、3部作としてお送りしました、ももまみーさんに聞く離乳食シリーズというのが完結となります。今後もしこんなこと教えて、こういうこと知りたいということがあれば、またお話をお伺いしていきたいと思いますので、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。これからも寝かしつけを中心にこのように育児に役立つ動画もお届けしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。この動画が役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。